まあ、選手たちがすごく元気にはつらつに、ね、グラウンド来てくれたんで、初日としては非常に良かったと思います。赴任する前というか来る前、大分トリニータというチームはどういうイメージでした？まあ、前監督の片野坂監督が本当にいいチームをずっと作ってて、何度か対戦しましたし、まあ、トリニータというチームが非常にこう組織的で素晴らしいサッカーを展開するというような印象でした。監督としては今年はどんなチームにしていきたいというのはありますか？そうですね、まあ、前監督の、ね、片野監督 の、 素晴らしいサッカーをまず引き継ぎながら、まあ、今いる選手たちと、まあ、組織的でより攻撃的なサッカーができればいいかなと思っています。選手も多く残っている、まあ、そして片さんの色もついているトリニータということで、片野坂さんと何かお話というか話したことってありますか？まあ、電話で、話して、まあ、引き継ぎじゃないですけど、まあ、選手の特徴とかそういうことも聞きましたし、まあ、あとはまあ、クラブハウス、スタッフルームがあるんですけど、そこにメッセージがあってぜひ J1 に昇格してほしいと、スタッフ一度頑張ってくださいというようなメッセージを残してくれたんで、まあ、入っておーと思って、それをしっかり受け止めて、やっていこうと思いました。今日のミーティングでは選手たちにはどんなことを話されたんでしょうか？そうですね、まずスタートなので、まあ、目標設定を増しまして、まあ、J1、まあ、みんな J1 昇格と、まあ、話はしてたんですけど、まあ、僕の方では J1 復帰ということで、まあ、J1 にいることがやっぱりこのクラブの、このチームのいるべき場所だと思っているので、まあ、そこに必ず戻るという意味を込めて J1 復帰という話をまずさせてもらって、まあ、そのための目標は、勝ち点84というものを明確に掲げて、まあ、1試合平均勝ち点2を重ねていくということで、42試合で勝ち点2を積んで、84、まあ、ここを取れば間違いなく昇格できるという勝ち点と、あと、まあ、優勝の分を含めて、そこを目指してやっていこうという目標を立てました。では監督、1週間ぐらいですかね？10日間ぐらいですかね、はい。まあ、ここまで過ごしてみて大分県というところは印象いかがですか？まあ、最初家族で最初入ってきて、別府港に入って何泊か温泉に泊まって、まあ、そこでとにかくいいところだなというか、大分自体がもうすごく温泉もそうですし、人柄もそうですし、まあ、暖かいなというような印象を受けて、その後、まあ、市内の大分市内の方に入ってきて、まあ、まだいろいろ見れてはいないんですけども、まあ、これからいろいろこの大分のいいところを、まあ、見ていきたいなと思っています。私生活を楽しんでいただきながら、今シーズン特にファンのサポーターを期待していると思います。改めて今シーズンの意気込み、そしてサポーターへの思いというところを聞かせてください。はい、まあ、J1 復帰するために選手たちと一緒に戦ってきますので、まあ、この大分トリニータというクラブを、一緒に支えていただいて戦っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。片野坂監督から引き継いで、まあ、片野坂監督自身は、まあ、手腕もそうですし、まあ、キャラクターとしてもこういろいろユニークなところもあったと思います。そのあたりでのプレッシャーを少し感じるっていうのも何か記事で見たんですが、はい、改めて気持ちいかがでしょうか？いや、そうですね、選手の時も一緒にプレーはしてて、本当真面目な選手で、芝刈り機やるようなキャラクターではなかったんでちょっと驚いてますけど、ただね、もちろんサッカーのところもそうですし、本当に大分の皆さんに愛されている素晴らしい監督だったと思うんで、やっぱりプレッシャーを感じます。同じように書くことはできませんけども、まあ、自分なりの色を出してやっていきたいなと思っています。まあ、サポーターも本当に初めてという方もいらっしゃると思うので、なんか自分はこういう人間ですみたいな、ぜひこんなとこ覚えてほしいですみたいな、何かアピールポイントなどあれば教えてください。難しいですね、そうですね、まあ、趣味は、まあ、選手に今日話したんですけど、ちょっと軽く自己紹介して、まあ、趣味は、まあ、筋トレですという話をして、選手を鍛えるのも好きですけど、まあ、自分も鍛えるのも好きなんで、そう言って覚えてもらえればなと思います、はい、すご
構今パワーワードが素晴らしいですね。いつかじゃあ勝利したときはその鍛え上げられた肉体美をサポーターに披露あいいですね。イエローカード出ないように気をつけます楽しみにしてます、はい、サポーターも本当に期待してると思いますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まずは初日お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、キーパー練習だけだったんで、キーパーとフィールド分かれてたんで、まあ、毎年のように、まあ、普通にキーパー練習しました。初日なのに、まあ、でも毎年のことなんで、気持ちよくキーパー練習してました。今日監督とは何かお話しされました？ミーティングの時に監督とあの新入団選手スタッフの挨拶の後に監督の挨拶があって、まあ、簡単に監督の自己紹介と、まあ、やりたいサッカーを簡単に説明してもらって、まあ、明日またミーティングがあってそこでサッカーについては詳しく話してもらう映像を使って話すっていうことを言ってたので、まあ、簡単に話しました。高木選手から見て監督の印象どうですか？そうですね、割となんかフランクな人でちょっと僕個人的にはかっこいいおじさんだなっていう印象があるんで、なんかそういう人な気がするんで、あの趣味筋トレって言ってたんで多分かっこいいおじさんなんだろうなって思って、でそういうとこもちょっとサッカーとかにも出てくるんじゃないかなみたいな、その人の性格とか割とサッカーに出てくるところもあるんで、ちょっと魅力的なサッカーしてくれるんじゃないかなって今勝手に思ってます。まあ、笑顔を見てると今日はなんかとてもチームとしては朗らかに楽しくやれてたのかなと思うんですけど、そのミーティング前後とかでみんなと話したりとかそういったところで雰囲気どうでした？まあ、まあ、今年からっていうか、まあ、今日からのロッカールーム感染対策取りつつ一つに、まあ、まとまってというか、去年はずっと3箇所ぐらいにロッカールーム分かれてたんで、久しぶりにこうロッカールーム一つになって狭いなって感じはするんですけど、まあなんか密に気をつけながらしっかりマスクして一つのロッカーでみんなで使えるんで、そうすると、まあ、自然とコミュニケーションも増えたりするんで、その辺は、まあ、ほとんどメンバー変わってないんで、あんまりこう雰囲気も変わってないかなっていうのはあるんで、まあ、久しぶりにみんなで練習できたんで、まあ、みんな楽しかったんじゃないかなとは思います。高木選手個人としては今シーズン目標こういうふうにやっていきたいと思います？まあ、もちろん J1 復帰っていうのは必ず成し遂げたいことで、まあ、個人的には全試合出場してチームを引っ張っていきたいっていう思いはあります。ありがとうございます。はい、すみません、ごえりの吉田と言います。はい、去年は佐々木選手にキャプテンをされてたと思います。今年そのキャプテン誰とかっていう話はあったりしますか？多分これから決まると思うんですけど、大体例年キャンプ終わってからとか大体監督が決めることなんで、まあしっかりアピールはして任命されるようにちょっといつもより多めに声出したいとは思ってるんですけど、まあ、監督が多分全体チーム全体見て、まあ、決めるんじゃないかなと思うんで、ちょっとドキドキしながらちょっと待っておきたいと思います。まあ、ロッカールームも一つになったり徐々に変化は出てきてると思うんですけど、まあ、サポーターがやっぱりこうまだ練習にはなかなか来られない中、こうやって横断幕も掲げられて選手たちの気持ちもこう高まると思うんですが、改めていかがでしょう？まあ、やっぱり、なんとかしてこう練習とかにもサポーター見に来てもらえるようにしてもらいたいと思うし、それはまあチームだとかこの場所の環境の問題とかもまあいろいろあるんで、まあ、いろいろ、なんとか頑張ってやってもらいたい、サポーターに日頃の姿とかも見てもらいたいと思うし、試合が始まればスタジアムに来てもらえるとは思うんですけど、まあ、それ以外のところも見てもらいたいし、まあ、きっとサポーターの人たちも見たいとは思いますし、
それで何でしたっけまあサポーター。そうですね、まあ、サポーターが見られない、はいはい、こう練習場で本当は見たいと思うんですけど、あ、はいはい、まあ、見られない中で、はい、こう選手たちの思いというか、まあ、しっかり届けていきたいという思いを聞かせていただきます、はい、そうですね、その、あの練習、なんとかこの、まあ、場所も結構広い、ここ広い場所ですし、なんとかしてあのサポーター来れるようにしてもらいたいし、あの、まあ、キャンプも始まるんで、その辺は SNS 使いながら選手個人もやってると思うし、あのチームの公式の SNS もどんどん使ってみんなでそういう雰囲気とかも、伝えていければなとは思ってるんで、まあ、僕個人的にもあの SNS をあの去年よりはちょっと多くやりたいな、更新したいなっていうのもあるんで、その辺はちょっとこまめにちょっとトライしていきたいとは思ってます。あともう一つだけ、まあ、今日からスタートでさっきあの監督の趣味が筋トレとかありますけど、なんか今日みんなで一斉に集まってなんかあった面白いエピソードとか、なんか印象残った出来事とか。そうですね、あの新入団選手が前にあの並んで自己紹介するんですけど、まあ、あの本当に新しい選手はあの他のチームから来た、 J のチームから来た2人で、あとはあの強化してとか練習参加であの何回も参加してたで、あの中川と伊藤はあの自分のことをなんて呼んでほしいっていうのはあの言ってくれて、あとの4人3人あとの3人はあのまあ何回も練習参加してるから言わなかったんですよ、自分のなんて名前を呼んでほしいっていうのは。で下さんからあの他の3人はなんて呼んでほしいっていう話があって、で、太郎と、深夜と最後あの屋敷ですってあいつ言って、いやお前屋敷って呼ばれてねえだろみたいなっていう、ものすごいあいつが爆笑をかっさらって、え、お前屋敷なのみたいな感じになって、いや、で下さん、え、どっちなのってなって、優勢でっていう感じで、あいつはなんかめちゃくちゃ笑い取ってちょっと腕上げてました、優勢が。ちょっとジェラシーみたいな。そうですね、ちょっとあれ天然でめちゃくちゃ笑い取ってたんで、あいつすごいなって思いました。今年注目選手です。もしかしたら屋敷選手キャプテンもあり得る。そうですね、そういうちょっと脅威だな。ちょっと気をつけます。あとあのちょっとサポーターも気になるんですけど、その新しい選手はどんな風に呼んでほしいっていう風に言ってたんですか。中川はヒロトで、伊藤は雪、何でしたっけ、雪よし、雪年だから雪って呼んでほしいって言ってました。まずは今シーズン初日の練習を終えての感想をお願いします。はい、そうですね、まあ天皇杯終わってしっかり休んで、まあエネルギーしっかり蓄えて、新しいメンバーと、まあ、監督とスタッフといいサッカーができる、すごい楽しみに来ましたし、まあ今日みんなで久々に体を動かせてすごい楽しかったです。雰囲気としてはチーム全体いかがでした。みんな、なんだろう、今年1年頑張ろうという気持ちで来てると思いますし、まあ、僕もそうですけど、まあ、いい雰囲気でトレーニングできたんじゃないかなと思います。新監督とは何かお話しされましたか。いや、深い話はしてないですけど、まあ、挨拶して、まあ、よろしくお願いしますというのを伝えました。今シーズン、下田選手個人としての目標を教えてください。はい、そうですね、しっかり試合に出続けて、まあ、数字でゴールとアシストでチームに結果で貢献できるようにしっかり頑張っていきたいです。